行きましょう。まずはコバエです。どうぞこれ見ましょうなんかいい顔してんだよな。コバエやっつけてやろうの顔してるな。おちゃんとできるか、ちゃんと行くのかこの形ね、このなんかちょっと可愛らしい丸みを帯びてるんですよね。そうですね、この特徴のある。ああそこ難しいんだな、やっぱりな。当たり前のようにねやってくれてますけど、難しいです。あの口でグーッと押さえてますよ。伸縮を考えて、アース製薬コバエがホイホイでございます。このだからなんていうんですか、これ本体の方のね、はい、色の絶妙さね。いやそうなんです、本当にこれこう持ってある人はみんな持ってる。あれなんかジェル状のなんか入ってるみたいな感じですか。そうです、そうです。ああってことですよね。コバエやっつけてる顔してますわ、ね、いやまさにこれなんだよなCM 来るかもというね。本当これ来てほしいけどな。なんでこれやろうと思うんですか、ね、それがすごいですよね。まずなんか結構やっぱりパンチの効いた CM とかあるじゃないですか、はい、今でも。いやありますね、いっぱい。ああいうのでねやってほしいけどな。全部こうポコさんが体で表現するみたいなのね。いやそうだあやってほしいよな。ハエもポコさんがやれば完璧っていうね確かにできるだろうからな、うん、そういうのもありでしょうね、はい、さあそれでは行きましょう。コバエに対します。続いてじっくり見ましょう。ゴルフです。どうぞ。フラットですね。そうあこういうことなんだ。あれまだあれまだなんかくつろいでんな。なんですかこれは。え大丈夫かな。ああうんうんって言ってるね。ああそうか、これがだからティーグラウンドを立ったみたいなことなのかな。そうですかこれねはいはいはい、これああ綺麗だなね。だからちゃんとのあのだから打つところのフェイスの部分っていうんですか、あちゃんとね見えてるんですよあそこがね。そうです、ちゃんとあそこが一応削ってあるところなんですね。ぴったりあそこあそこにピタンとアウト飛んでくんですよプロゴルファー。それが唯一持ってるゴルフ道具ね。ドライバーですよ要するに、ね、完全な削り出しだいい角度してるよな。いやそうですよね、このだ 持ち手の長さで変えてきますから ねあいつはね。だこれが一番長いドライバーの状態ってことですよね。いや美しいですね。美しいですね。最初見た時どこまで伸びるんかな、はいはい、そこまで伸びるんやでも何か分からなかった、はい、そしてあっていうこうね、はい、分かってみるのもまたいいもんですよ ね、はい、さあそれでは良かったと思う方どちらかに投票お願いします。どうぞ、まあ、これはなかなか難しい、うん、すいません。ちょっとじゃあ結果見ましょう。どちらになったのか参りましょう。5、4、3、2、1どっち。あ、ゴルフ強いな、やっぱそうですか。そうですか。